今現時点今日最初のテスト、
チェックダウンなんで、それに考えれば全然まともに走ってると思います。綺麗に。あと詰めていくと、それでいきましょう。エンジンとかタービンとかその辺のフィーリングとしては、フィーリングは全くもって問題はないです。で、あとはもう本当に好みによるんでしょうけども、ポン付けでここまでね仕上がりがいいタービンでもまああんまないと思うんで、あんまないですね。でも上がないんですよね、やっぱポン付けっていうのは。いや、スクルタービンになればもちろん上は出ると思うんですけども、強いて言えばポン付けタービンとフルタービンの真ん中ぐらいです。下もあって使いやすいんで。ただそこのフルタービンはやっぱその上の伸びがやっぱ気持ちいいんですけども、それに近いものがあると思います。楽しみですね。そこがもうちょっとね、抜けてくれるともっと気持ちいい。マフラーのサウンド的にはどう？マフラーのサウンドはもうすげえ乾いたこのチタンのサウンド最高に、もう今まであんま聞いたことないですね、俺バンディエの音は。外で聞いててもいいかもしれない。あ、本当ですか。もう普通のバンディエの音とちょっと多分違うと思いますね。送金させますね、これは。こんな感じですか。あとまあ、僕も説明で見ても面白いかもしれないですね。アクセルの多分オンオフのところをもう、なんて言うんだろうな、もう少し付きが良くなるといいかもしれないです。あ、はい、まあちょっと軽い感じがするんで、はい、それをちょっと感じましたね。踏んでいってる分には全然問題ないですけど、やっぱその止めるときって、その踏み返しの時、はい、あそこの時にちょっともたつきが出るんで、まあセッティングで、セッティングで、セッティング詰めて、はい、でもらいいかもしれないですね。とりあえずいい雰囲気になって、はい、なりました。これがちょっともうこの後がまた楽しみですね。
Freaky.